寮長装備会主催第41回夏季全国氷彫刻展を始めさせていただきます。段取りのミスでマイクがございません。生声でご容赦お願いいたします。まずはじめに、寮長装備会より加納様よりですね、開会宣言をお願いします。開会宣言お願いします。はい、皆さんお疲れ様です。はい、ただいまより第41回、全日本氷彫装備会、夏季全国展開催いたします。よろしくお願いします。それでは板橋会長にご挨拶をいただきます。ちょっと手違いでマイクがありませんので、はい、皆さん少し待ってください。今回第41回八王子祭りの氷彫刻展が開催されます。ちなみに八王子祭り実行委員会の方とかこちらの地元の方々の協力で無事に開催することができました。改めましてご迷惑申し上げたいと思います。ありがとうございます。また選手の皆さん、今日も暑いです。水分補給や熱中症に注意しながら時間の動かす限り精一杯頑張っていただきたいと思います。また審査員の方々、大会式が終わりましてスタートしましたら説明、採点の説明をいたしますので、この空間の前で集まってください。よろしくお願いいたします。では選手の皆様、60分という時間がありますので、丁寧にきれいに仕上がると思いますので、皆様頑張ってください。気をつけてやってください。ありがとうございます。はい、本日、ご来賓の先生方、審査員の先生方、大勢お越しになっております。ありがとうございました。代表されまして、八王子市長、日焼和夫様、よろしくお願いします。じゃあおられない、はい、はい、市長は今本部におられるということで、続きまして、八王子祭り実行委員長、小川智治様、よろしくお願いします。大変暑い中、八王子祭り、たくさんの方に参加いただきましたことにありがとうございます。皆様も、涼しい報告を祝っていいただければありがたいかなと思います。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。続きまして、高瀬物産株式会社取締役営業副本部長であられます、はい、武藤俊夫様、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。本日はですね、一般社団法人、全日本氷彫装備会第41回夏季全国氷彫刻展、素晴らしい天気のもと開催おめでとうございます。もう皆さんがですね、腕を振るのに最善に適した天候だと思いますので、ぜひ、体調に気をつけて、素晴らしい作品ができることを期待しております。一日よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。それでは優勝杯返還、ということで、前年度優勝者木村弘明様、優勝杯返還ということでよろしくお願いします。はい、それでは返還です。お願いします。はい、続きまして、静止作上の注意事項ということで、装備会本部から大阪理事、はい、よろしくお願いします。今日はとっても暑くなっております。十分にですね、水を飲んでですね、熱中症対策をお願いいたします。あとは見学者、ご覧になるお客様がすごく近いんでね、のみあるいはのこぎりの取り扱いに注意してください。
あとはその、柵からですね、入ってくる人もいますから、その時は注意してですね、ちゃんと出てもらってください。役員の方もそれはやりますんで。あとは、ドライなどを持ってきた、発泡スチロールですね、そういうのは自己管理で、しっかり終わったら自分で片してください。すいません。あとは高さ制限ございます。150センチ、観客の方が近いんで、あとは無理な、なんすか、組み氷をしない、そういうことに、気をつけてください。やっぱりそのいい作品を作っても、それが元で怪我をされた方がいると、すごくなんか後味の悪いものになってしまいます。あとはその装飾関係は一切なしなので、よろしくお願いいたします。以上をもって、しっかりやってください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。板橋会長から補足ございます。スタートは1時50分です。あと10分後ですね。マイクがありませんので、時間定時になったらスタートするということで、皆さん責任を持って守りながらやってください。で、終わりもその時間です。60分なんで。その辺は無がありますけども、各自責任を持って時間になったら終わる。はい。そのようにやってください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは1時50分開始となります。はい、怪我のないようにお願いいたします。大丈夫、あと次の出口回収にご注意ください。
第41回滝全国氷彫刻展、表彰式を始めてまいりたいと存じます。どうぞ選手の方も中央の方へお進みください。はい、それでは始めてまいります。まずはじめに、八王子市長石明和夫様よりご挨拶を頂戴してまいります。皆さんこんにちは。お暑い中この八王子祭のオープニングを飾ります、氷の彫刻展に足を運んでくださいましてありがとうございます。今ご紹介いただきました八王子市長、1月の29日から市長を務めております石明和夫と申します。どうぞよろしくお願いいたします。今皆様方歩きながらご覧いただいたかと思いますが、この氷の彫刻展は一般社団法人全日本氷彫装備会第41回夏季全国大会を兼ねております。腕自慢の面々が集まって、来ております。そしてこの彫刻展も先ほど申し上げました41回を数えるまでになっております。今回この彫刻展にご参加いただきました市中市の皆様方本当にありがとうございます。そしてこれから表彰いたしますけども、受賞されました方に前もってお祝いを申し上げたいと思っております。この会開かせていただけるのもこの地元の商店街、そして町会の皆様方のお力添えいただいております。本当にありがとうございます。そしてこの41回を数えるまでになっておりますこの会、これもこの会を長らくサポートしていただいております全日本氷彫装備会の皆様、そして東京都市中市会市中市協会の皆様方に重ねて御礼を申し上げたいと思います。これから今日からいよいよ八王子祭りが始まります。どうか皆様方楽しんでいただければと思います。結びになりますが、今日お集まりの皆様方のますますのご健勝ご発展、そしてお一人お一人のお幸せを記念申し上げまして冒頭のご挨拶をさせていただきます。本日はお集まりいただきまして誠にありがとうございます。どうもありがとうございました。石明市長は今引き続きプレゼンターで、お願いをしてありますので、どうぞ、お願いいたします。それでは表彰となります。まず、特別賞でございます。東京都議会議長賞、一般社団法人全日本、氷彫装備会 大賞ということでございます。はい、平田光一様でございます。台座番号10番大空へでございます。平田光一さんでございます。おめでとうございます。賞状平田光一様、貴殿は第41回一般社団法人全日本氷彫装備会夏季全国氷彫国展において優秀なる成績を収められました。ここにその敬意を伝え表彰します。令和6年8月2日議長、宇田川俊司会です。おめでとうございます。最優秀賞でございます。賞状、最優秀賞、平田光一様、あなたは八王子祭りにおける第41回全日本氷彫装備会夏季全国展において当初の成績を収められたので、これを賞します。令和6年8月2日八王子祭り会長、八王子市長石明和夫、おめでとうございます。どうもありがとうございました。はい、それでは続きまして、
一般社団法人氷彫装備会会長賞、八王子祭り実行委員長賞、でございます、実行委員長小川智晴さん、よろしくお願いいたします。台座番号17番うさぎたちを持っていただきました斉藤雅俊さんですね。はい、お願いいたします。表彰優秀賞斉藤勝俊さん、あなたは八王子祭における第41回全日本氷彫刻美会夏季全国展において当初の成績を収められましたので、これを称します。令和6年8月2日の、八王子祭り実行委員会実行委員長小川さん、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。続きまして、中町商店会会長賞でございます。はい、台座番号11番舞う金魚を掘っていただきました熊王純さんです。熊王純さん、前に前にお願いしてください。41回一般社団法人全日本氷彫装備会夏季全国氷彫刻展において優秀なる成績を収められました。ここにその栄誉をたたえてこれを称します。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとう、おめでとうございます。プレゼンターはですね、中町商店会会長加納愛子様にお願いをしておりますが、引き続き銀賞同賞もですねお願いをしたいと思います。台座番号20番虫眼鏡を覗いてみよう鈴木博之さんです。鈴木さんおられますか。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、こちらです。カメラこちらです。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。続きまして、台座番号、3番ですね、赤石智也さん、マイフレンドを掘っていただきました。赤石さん、赤石さん、ああ、よかった。同賞です。以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。こちらカメラです。喋ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、大会本部前での表彰式はこれまでとなります。皆さん暑い中大変お疲れ様でした。続きましてですね、京王プラザホテルの方で、表彰式にまた別途ご用意してございますので、移動できる方よろしくお願いいたします。本日誠にお疲れ様でした。ありがとうございました。